こんにちは、ネギオです、今回は調子の地雷さばいていきます。割と毎度おなじみって感じですけどね。まあ、今回もさばき方のコツって感じでこのさばいてる時のね、まあ音っすね。よいしょ。きちんとね、包丁を骨に当ててあげるっていうのがね、割と重要なんですよね。まあちょっと上級技なんですけど、ここで皮を切ってあげるとちゃんと骨にそのまま直に包丁が当たるんで、力を入れないでこうなぞってあげる感じですね。はい、でこれで真ん中まで行って真ん中の骨を切ってあげると、で尻尾切る、こういう感じ。どうしょまあ身を切るというより身を外す感じですね。よいしょ。そうするとやっぱり身がいっぱい取れるっていうのと、本当に負担がかからないんで、綺麗にさばけます。まあこの骨に当てない骨に当てないで身を切っちゃうと、まあ包丁が切れる必要も出てきますんで、切れる包丁じゃないと身はなかなか切れないんですよね。ただ骨のところはまあくっついてるような感じなので、身がその間にうまく入れてあげると綺麗に外れるっていう感じですね。まあこの身を外すやり方は結構和包丁じゃなくて、こういう牛刀とかステンレス系のまあ牛刀とステンレスは関係ないですけど、ステンレス系の、まあ、柔らかい包丁の方が合いますかね。和包丁でね、しっかりした作りのやつはやっぱ硬いので包丁がね、しならないんですよね。まあ全然曲がらないっていう感じになりますね。まあ切れ味はそっちの方がやっぱいいんですけどね。まあ、お魚の身はまあなんていうか、まあ曲がってるんで直線じゃないので、やっぱりその曲線に合わせて曲がってくれる包丁の方が身をしっかりね切るのには向いてますね。よしよしで、あとやっぱポイントはその包丁の切れ味以上に切ろうとしないっていうところですかね。まあ今何回も包丁を入れて真ん中のところまでやったと思うんですけどそれをまあ無理に1回とかでやろうとすると、よいしょ、力が入っちゃう部分とありますんで、そうするとその余分な力で身にダメージいっちゃうんですよね。まあ、切れるは切れると思いますけど、その分身がボロボロになったりする原因になっちゃうので、よいしょ、なるべく力を入れないで、ね、なぞってあげる感じでやってあげると、よいしょ、身に負担をねかけすぎないで綺麗に下げてますね。よいしょ、地雷でした。